はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ペリーズマイ様、ペリツマ様、大きい赤ピピ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金に活用させていただきたいと思います。成田空港から車で30分ほどの場所、茨城県稲敷市の住宅地、江戸崎ネオポリス、バブル期に開発が始まり、全340区画の町となる予定だったが、120個が建ったところで景気が悪くなり、200区画が売れ残っておりました。3年前に開発元の大手住宅メーカーが撤退を決め、事業を別会社に売却すると住民に通知。買ったのは稲敷市内にある大きな工場を持つ食品加工会社で、創業者と社長は中国人でした。説明会ではここを社宅にしますって説明してたんですけれども、それ以前もですね、空き家を購入して外国人を5、6人ずつ住まわしていた、シェアハウスみたいな感じで、彼らは夜中でも中国語の音楽を大音量で流し、高校と電気をつけています。厄介なのはゴミの問題で、分別の概念がない。しかもほぼ全員日本語が通じず、意思疎通が取れません。日本語がわからないふりをしているのではないかと感じる時もあります。わかんないふりしてんじゃないですかね。ゴミの分別したくないから。引っ越しを検討する日本人が激増した。社長はいずれ町全体を買いたいとか話しているそうであります。世論です。だから外国人の土地購入は制限せよ岸田、犯罪の温床にされるぞ。旧法が役に立ってないのに改正しない岸田。バブル期に乱開発されて売れもしなかった宅地を中国人が拾ったって話か。ゴミ騒音立ち入りは、日本人は出て行けという嫌がらせだろう。もっと中国人にゴミを売りつけて絞り取ろう。日本人が買わないからしゃあないね。自民党が売国なんだから、止められない。元が紙くずになる前にせっせと購入。自民党は金もらえる方の味方だからと。こういう企業が自民党のパー券買ってるんでしょうか。200区画全部買って202億円強だそうであります。テストアの1区画1000何万円台なのかな。地方の食品加工会社といえど、まあ出せない金額でもない感じなんですけども、場所的に成田空港近くだっていうから、中国共産党のセーフハウスじゃないですかね。中国共産党幹部がですね、中国にいられなくなった時の逃亡先を確保しとくというかね。その時に成田空港が機能していくかどうかわかりませんけれども、で、元からいた日本人住民は邪魔なんで、騒音やゴミで嫌がらせして出ていくように仕向けていると。いずれ町全体を買いたいとか言ってるらしいしね。そのうち一般日本人が立ち入れない雰囲気の、立ち入れを躊躇するような芝園団地とか信濃町っぽくなっていくんでしょうか。外から見て明らかにですね、違法行為が疑われるとか、違法行為の証拠が出た場合はオウム真理教の強制捜査のように、警察が押し入るんですけれども、日本の警察は何が何でも責任取りたくないから、オウムの時みたいに何人か死亡しないと腰上げませんからね。これいっそですね、お前らここ住めよって中国人隔離施設みたいなの作ってですね、町1個作ってこっから出てくんねん。そしたらね、中国人しか住んでないんだったら路上にいくらゴミが散らばってようがどうでもいいんで、日本人に被害がなければね。でゴミ片付けてくれなんて行政に言ってきたら、うるせえよボケって、ね、自分らでやれって、跳ねつけるっていうのがいいんじゃないかなって思うんですけれどもね。で夜中に高校と騒音まき散らしても、迷惑かかってるのが中国人だけだったらまあいいか、隔離施設みたいなのを、作るべきなんじゃないかなって思いますけれども。都知事選敗退後も朝日新聞をはじめ全方位に噛みついて、共産党からもそりゃないよ、
一緒に戦ったじゃないか、立憲支持者さんからも、蓮舫さんは一体どうしてしまったのか、いぶかられる蓮舫さん、弁護士 JP ニュースが火消しのつもりなのか、なぜ蓮舫氏にからかいが集中するのか、物言う女性バッシングの背景にある女性差別の構造とかいうタイトルの記事出してしまいました。つまり蓮舫が批判にさらされるのは女性差別のせいとしたい模様であります。世論です。ああ、そういう方向で行くのね。男女関係なく悪口、口が悪いからだろう。自分は良くて他人はダメというダベスタに対する風刺的発言だろう。女性だからではなく人間性のせい。高市早苗や杉田水脈には出てこない都合いい論調。蓮舫が他人をからかうようなことを言ってるからだよ。女性も蓮舫を批判してるんだが、どうしても女性差別に落とし込みたいんだね。高飛車な人は男女問わず嫌われるものだよ。同じ行動をとっていても男ならこんなに批判されなかったと証明されない限り女性差別とは言えないと、今アメリカでですね、ハリスに投票しないのは女性差別って似たようなキャンペーンやってますね。蓮舫が誰かを叩く、 OK、 蓮舫が叩かれる、女性差別ってこういうダブスタが呆れられて嫌われてるんじゃないんですかね。頭が悪い弁護士もいたもんでよくこんな記事書くだな。全然火消しにもなってないし、むしろこの記事自体が炎上してるし、蓮舫と同じ言動をですね、もし男がやってたら非難合合でもっと早い段階で潰されてたと思いますよ。あんなクソ生意気なこと言ってたら、男が理由なき女性優遇も女性差別なんですよ。記事書いた弁護士はそんなことも分かんないですかね。豊田章男豊田会長の今の日本は頑張る気が起きないはマスゴミ向けの発言でした。あの前後切り取んないで、強いものを叩くことが使命だと思ってらっしゃるかもしれませんが、強いものがいなければ国というものは成り立ちません。これはあのマスゴミに向かって言ってるんですからね。強いからずるいことしているんだろう、叩くんだというのは、これはちょっと、もし日本に自動車産業がなかったら今の日本は違った形になってしまうでしょう。それに対して感謝してほしいと言ってるわけではありません。ただもうちょっと正しい事実を見て評価してほしい。間違ったことをしていたら怒ればいいと思います。そうしないと本当に本当にみんなこの国を捨てて出て行ってしまいます。出て行ったらこの国は本当に大変ですよ。ただ今の日本はここに踏みとどまって頑張ろうという気になれないんですよ。明らかにあの正しく伝えないマスゴミに怒ってんですけどね。世論です。怒られたことに気がついていない三流三下記者たち、はっきりと広告出すのやめるぞって言えばいいのに、もうテレビ新聞に広告出さなければいいじゃん。で、あの滅ぼしちゃえばいいんだよね。朝日新聞をはじめとしたマスゴミ各社、自分らが怒られたところはすっぽり抜いてですね、今の日本では頑張る気になれない部分だけを一斉報道しておりました。なるほど、マスゴミだな。トヨタプラスタイムズでトヨタイズムっていうサイトとツベチャンネル作って、あのマスゴミに報復中なんですけども、まあどうなるんでしょうかね。手っ取り早く新聞テレビの広告費、激減させるわけにいかないんですかね。したらね、あのトヨタがやれば大手の会社も我も我もってやって、あネット広告だけでよかったっていうことに気がつきますからね。マスゴミが土下座してくるので減らす力がトヨタにはあると思うんですけどね。その分ネット広告に力を入れればいいだけでね。今車買おうなんて人はネットで調べますって、ネットで調べますって。で、ネット全然わかんないなんていう、高齢者さんたちは、車、買い替えないしね。日本政府、凍結ロシア資産運用益、5000億円をウクライナに貸します。ロシア、対抗措置として、豊田章男豊田会長、三木谷楽天社長、田中明彦国際協力機構理事長など、13名を入国禁止とする。どうだ、怖いか。入国禁止ってロシアに入国禁止ね。どうだ怖いか。世論です。困る棒。行く用事ないだろ。金になる気を入国禁止とはやっぱ頭悪すぎだわ。トヨタ会長もロシアになんか行きたくないだろ。ロシアで一番人気の車はトヨタのランクルなんだわ。ロシア入国禁止で困るのは宗男ぐらいだろ。鈴木宗男が。この13人にはむしろ箔がつく。
トヨタ車禁止にしてみろよ、ロシア崩壊すっから、ウラジオストックあたりから、日本の中古車がバンバンロシアに入ってってですね、なんせマイナス50度とかで動くの日本の車ぐらいだよね、なんだ日本の車排除して、トラバントとかラーダとかに戻るんですかね。トヨタがないならトラバント乗ればいいじゃない。報復でウクライナにトヨタの工場を作れ、ロシアに来れないと困るだろうってみんながですね我々にいてほしくないのかと似たもの感じますね。ロシアにも韓国にも鏡ないんすかね。もうちょっと自分を客観視してもらいたいんですよね、お前らそれほどのものなのかっていうね。敵対国が賢いと非常に困んですけど話し通じない、バカすぎるのも考えもんですね、とにかくロシアのウクライナ東部奪取が成功してしまうと調子に乗って北海道を取ろうと攻めてくるんでロシアには領土奪取に失敗してもらう必要があります、そうでなくてもですねもうすでにアイヌはロシア人っつって言い出して自国民保護のためとか言って侵略の大義名分にしようと動き出してますからね。セクシー田中さん原作者自殺で株主総会が地獄絵図になった日本テレビがSNS 危機対応チームを設置すると発表で原作者さんと、密な対応をしていきますみたいなこと書いてありましたけども、いや原作者さん自殺しちゃったのは SNS のせいじゃないんですけどね、世論です。まるで SNS が死なせたみたいに。そこじゃねえ、そんなんで防げるか。めんどくさい原作者対策か。何も理解してみたい、理解してないみたいやね。そういうことじゃない。意地でも SNS の問題ってことにしたいんな。振りだけでも原作者と対話しますと言えんのか。日テレってガチに言おう。結局関係者、誰も会見せず、日テレの看板に隠れたまま終了か。日テレ製のSNS 対策チームはどうやら原作者や脚本家がですね SNS で余計なことを言わないように監視するための言論弾圧機関のようであります。社外の専門家や弁護士に相談しとあるんでね、制作スタッフの SNS 監視するんだろうかと、契約の時にですね原作者脚本家双方に制作経緯をSNS に書くなって項目が追加されるかもしれませんね。芦原さん、キャラ崩壊するような大幅な改変は原作者を傷つけます。で、日テレがどのぐらい芦原さんを傷つけたかっていうと、それこそ自殺するぐらい傷つけたと。これを芦原さんが書いていなければ自殺の原因も闇から闇ですね。日テレは今後原作改編で揉めても事実の隠蔽目指して対策チーム作ったんでしょうね。来年の株主総会で誰か言ってくださいよ。芦原さんが亡くなったのは SNS のせいじゃなくて日テレのせいだからなって言ってくださいよ。日経記事、みずほ銀行分析員唐鎌大輔、珍しい名前ですね。アマゾン、グーグル、アップルに貢ぎ続ける日本人はデジタル小作人。デジタル赤字は年々増加して、いくら観光その他で稼いでも吸い取られてしまう。これが円安の原因。いや、円安はドル円の金利差のせいだと思うけどね。経済以外は信用できる日経新聞って評判通りの記事ですね。世論です。いや、金利差だろ。官僚が日本の IT 産業を潰してきたから仕方ない。デジタル大臣、USB って何ですか？桜井デジタル大臣でしたっけ？桜田デジタル大臣でしたっけ？ USB って何ですか？真顔で聞いちゃったんだね、国会で。GAFA M が幅利かしてるなんて日本だけじゃないし、全部通貨安でもないし、借地で畑やってる割を侮辱してんのか。欧州と構造的に何も違わないが、アマゾンは他と違って異常に利益率が低いからなんか応援したくなると。1ドル78円の円高を記録した悪魔の民主党政権時代だって、アマゾン、グーグル、アップル、マイクロソフト使ってたやんけ。はい、論破って感じですかね。みずほの分析員の質が被ってる方は
売っちゃうごとおすすめします。みずほの株、それに我が国の経常収支はもう何十年も連続赤字で黒字で、こんな国ないよ、もう何十年も連続黒字、1985年まで、確認しましたけれども、それより過去のグラフなかなか出てこないですけど、少なくても40年間は収支黒字ですよ、経常収支。日本が小作人って言うんだったらね、米国債の金利分として毎年毎年欠かさずに 2,3 兆円を貢いでくれる米国政府だって日本の小作人でしょ。昨年のデジタル赤字は約 5.5 兆円だったそうであります。その中には私が入ってる、アマプラ月980円だっけな、忘れちゃった、もう入って、いるんでしょうね。今年はインバウンド8兆円突破って言ってるらしいんですけど、昨年のインバウンドは5兆円程度でした。ちょうどデジタル赤字を埋めるぐらいですね。日本がデジタル小作人だったらですね、日本に観光に来て金落としてく中国韓国は日本の観光小作人って言えそうですね。今日の単身です。厚労省の最低賃金審議会、最低賃金の全国平均額を現在の104円から150円程度にすることが決定。実現すれば過去最高の上げ幅になるそうであります。1004円から1050円っていうと過去最高のっていう割にはたったの 4.6% 増でしかなかったんですよ。北海道960円が106円に、東京113円が1164円に、沖縄896円が939円になる感じですかね。目に見えて上がったって感じじゃないですけどね。韓国は共産主義者のムン大統領が急激に上げて経済大混乱っていう大失敗したんで、まあじりじり上げていくしかないんでしょうかね。都内のファミレスなんかで1500円とか夜間1800円って、募集してるの見ました。共産党がキャンペーンやってる最低賃金1500円もいまいちな訴えになっちゃいましたね。共産党はいつまでも思考停止してないで、最低賃金2000円とかに変えなくちゃいけないんじゃないですかね。 Google を運営するアルファベット社が増収増益、4、5、6月の3ヶ月間で売上13兆1700億円、利益3兆6700億円を叩き出してしまいました。毎月利益が1兆円以上ですか。その金どこ行ってんだろう。売上の 28% が利益率っていう、利益率もすごい。利益率 28% すげえな。フジテレビの利益率たったの 5.6% ですしね。国から電波ただ同然で使わせてもらって、新規参入、新しいテレビ局も増えないのに、ゆるいゆるいぬるいぬるい業界なのに、なぜなぜこれしかできない。フジテレビ嫌われてっからですよね。嫌なら見るなとか言ってね。代々木本部ビルを改修したいから寄付してくれ。目標5億円の共産党さん、本部には広々フィットネスルームがあり、格差を見せつけてしまいました。こいつらが言う平等なんか嘘なんですよ。不破鉄道の大豪邸見ても一目瞭然でしょ。不破鉄道の生活費と、豪邸維持費はもちろん共産党が負担してんですよ。末端党員は熱中症になりながら赤旗をタダで配ってる場合じゃないですよ。 C 和夫だって、ピアノ弾くためだけの部屋所有してますしね。米国国立精神衛生研究所、破壊的で反社会的行動を繰り返す若者の脳は小さい。うん、知ってた。脳みそスキャンして、統計取りまくったのでデータ、理性を司るのは人間が人間であるための大脳皮質ですね。他の動物と最も違う部分なんですけども、50年前に火炎瓶投げてたような学生も多分脳が小さかったんでしょうね。彼ら自分らのことですね、進歩的とか前衛とか言ってたけれども、多分脳みそちっちゃかったと思いますよ。まあそうなんでしょうね。脳の優秀さは大きさにあんまり関係ないっても聞くけど、そうとも思えないんだよな、私にはなって感じであります。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。